どうも皆さんこんにちは。新宿津軽三味線琴教室指導山高山です。本日は歌の橋本博樹先生と、南部俵積み歌楽譜通りに弾いてみたいと思います。 Hello everyone, I'm 高山大山。 Today I will play 南部俵積み歌 with the 民謡 singer 博樹橋本。はい、ありがとうございました。この南部俵積み歌ですけども、どういう曲なんでしょうか。はい、南部俵積み歌ですね。これあの南部というのはあの岩手県と青森県にまたがりますいわゆる南部地方という地域で歌われている、歌なんですけれども、まあ、とてもおめでたい歌なんですね。俵を天井高くまで積み上げるというとても景気のいい話から作られておりますので、歌い方としてもですね、やはりこうおめでたい歌ですので楽しい雰囲気を出すことがね、まずワンポイントではないでしょうか。そしてあとはあの言葉、歌詞がですねいっぱい詰まっているので、あの息継ぎ、ね、ブレスの息継ぎの部分をね注意しながら、その自分のペース配分をね、整えて歌うと、よく歌えるんじゃないでしょうか。意外にちょっとそこが難しいポイントなんですけれども、そういった、歌ですね、これが南部の俵積み歌というとてもおめでたい民謡です。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。こちらのね三味線の方もですね、これは南部ものでございますけども、津軽三味線と同じく前鉢後ろ鉢ですね。このように、弾くことも多いということでございます。それではありがとうございました。